幼女戦記。私はビクトリア・イバーノブナ・セレブリャコーフ、幼年学校卒の伍長です。この度ライン戦線に落ち着いたので日記を書こうと思います。この人が私の上官ターニャ・デグレチョフ少尉、異例の若さで航空魔導士官に就任した白銀の名を持つ帝国軍の英雄です。彼女の戦う姿は白銀の名の通りとても強く美しく、小さな体ながらいつも私たちの先頭に立って勝利をもたらしてくださいます。そう、それはまるで天使であるかのような。ん？何か？いえ、何でもありません。あ、そうだ、貴様なぜあの時固くなに救援任務に志願した？それはビクトリア・イバーノブナ・セレブリャコーフ伍長、あえて言うが勇気と無謀は似て非なるものだ。少尉殿はおっしゃられました。軍医をまとった以上は帝国に無能な兵士を養う余裕などないと。私が力不足なことは承知しています。でも私も帝国軍人となった時点で覚悟はできております。なるほど、その覚悟があるのなら何も言うまい。これからもよろしく頼む。はい。さて、書類仕事でも片付けてくるとしよう。はい、それでは少尉殿失礼いたします。嬉しい誤算もあるものだな。やっぱりこの方は優しい方だ。クルストとハラルドの青春をお伝えした時のあの表情が恐ろしく感じたのは気のせいに違い違うと思う。違うんじゃないかな。違うと信じたいって寝ましょう。おはようございます、少尉。あ、おはよう。これはどうされました？ああ、コーヒーと思ったら代用コーヒーだった。ますますまずくてがっかりだ。がっかり。あれ、この顔。あ、あの時ってこういう顔だった気が。そうか、あの時はがっかりしてたんだ。そうだったんだ。ターニャ・デグレチョフ少尉はとても優しい方。それはまるで天使であるかのような、あるかのような。